他の診療院の岡野ですよろししくお願いしますえー、こちらのチャンネルはですね鍼灸、えー、に関するエビデンスのお話ですとかあとは古典ですねあとは、えー、健康に関するお話をしていくチャンネルとなっておりますので鍼灸、えー、とかですねあとは、えー、健康に関することで興味のある方はですね是非チャンネル登録をよろしくお願いします。 ということで、えー、今回は恒庭大綱素問の三十九回目虚痛論の、えー、何回目だ、五回目ですかね。やっていきます。えー、心臓のあたり、心部から、えー、背中に突き抜ける痛みですね、えー。これっていうのはどういうことなのっていう話が、えー、素問の虚痛論に書かれています。 えー、背部の経脈に換気、冷たい息ですね、これが侵入しますとでそうすると血行が悪化しますね血流が悪化すると血が不足する血が不足するとでそうすると痛みが出現するということなんですね、えー、で腎と心臓ですね腎と、えー、背部背中っていうのは関連があって 互いいにに引き合うよううよ痛むということこなんですねでそれっていうのは指で押すと、えー、押したところっていうのは容器が集まって、えー、痛みが取れるということなんですね。じゃあ、えー、その胸から背中に突き抜ける痛みって現代でいうとどんな感じのことなのっていうところなんですよね。まあ、例えばですね、まあ、肩こり まあ肩って言っても結構背中の肩甲骨の間の辺りですよねその辺のこりっていうのは肩こりのうちに入るんでその辺ですとかあとは肋間神経痛ですよねこう肋骨の神経の走行に沿って痛むんで肋骨ってやっぱ背中からこう胸の方にかけてこういうふうにねこう半円を描くように来てるんでその走行に沿って痛むっていうのが一つ考えられますねあとは帯状疱疹ですよね あとは体方針後の神経痛ととかもそれに当たりますねあとは、えー、胸部、えー、胸腹部ですね、えー、それとあと内臓その辺胸腹部の内臓の関連痛ですねそこら辺の内臓に何かしらの、えー、症,症状があった場合それの、えー、関連して痛みが出るということが あります。で、それらについてのですね、針灸治療をやる場合ですね、結構気をつけなきゃいけないところがあるんですよね。その胸から背中に突き抜ける痛みがある場合の、えー、この場合はちょっとよく針灸治療をやる場合は良くないですよっていうものがあります。これというのはまあ一つは、えー、悪性腫瘍の骨転移ですね。これでえっ、ー、と胸から背中にかけての突き抜ける痛みというのは出るんですけれども。 これについて、えー、針治療をするっていうのは、えー、ちょっとナンセンスかなというところがありますね。ですんで、えー、まずはですね、その胸から背中に突き抜ける痛みを感じるっていう患者さんからの問い合わせがあったら、まずは病院行ってもらうっていうのが第一ですね。で、さらに、えー、ステロイドホルモンの大量投与の患者への置き張りっていうのがあります。えー、そういうい、えー、結構重い 症状が出る例えば体内の炎症が強いですね膠、えー、原病とか自己免疫疾患系ですよねがあったりとかがあると、えー、ステロイドの大量ホルム、えー、ステロイドホルンを大量に投与してる方がいらっしゃるんですけどもその方におき去りとかいうふうにしちゃうと免疫力が低下してるんで、えー、可能しやすいということがありますので、えー、そういう場合は、えー、針治療で 特に置き針っていうのは、えー、しない方がいいかなというのがありますねあとはこう胸の辺りのとか背中の近いところの針、えー、治療をする場合ですね気境を起こす可能性があるんでそれにはちょっと気をつけた方がいいなというのがありますでまあえっ、ー、と肩こりとかに関してはもう本当に凝ってる部分のところに えー、施術するっていうのは一つ第一なんで、その辺もやっぱり気胸っていうのを気をつけていただくとかが第一ですね。であとはまあ、えー、と肋間神経痛に関してもそうですよね。肋骨のその神経痛の出てる走行に沿って施術していく部分があると思うんですけれども、気、え、胸、ー、のリスクをしっかり考えてやっていただくっていうのが第一ですよね。 であと、帯状方針疹とかに関して言うと、えーい、一時的にやっぱか痛みは緩和されるんですけれども、えー、またずだんだんじくじく痛みが出てくるっていうのが、えー、常ですので、帯、え、状、ー、方針だかもしれないなとかっていうふうに思ったら、ですねすぐに、えー、皮膚科に行ってもらって、診察を受けていただいて、薬をもらうっていうのが、えー、第一の選択肢になってきます。でその後、えー、と薬を投与しながら えー、針治療をやっていただくっていうのはあ,のありかなというふうに思いますねただしですねこうプツプツ、えー、帯状疱疹ってこう方針が出てくるんですけどもそこの部分に針を打つっていうのは、えー、あまり、えー、おすすめはしないですかねで次に、えー、恐怖が内臓の関連痛ですね関連痛に関してもまずは根本治療を、えー、考える場合関連痛に関しては、えー、緩和されることは 緩和することは針治療でできるんですけれども、えー、根本的に、えー、何から関連してるのかその何っていうほどの治療っていうのも、えー、ちゃんと考えていかなきゃいけないなというふうに思いますね。で関連するも例えばですね気管支喘息とかで背中とか胸の方に、えーえー、関連痛が出るっていうのもありますしあとは消化器の炎症ですよね。こう 食べ過ぎ飲み過ぎとかで胃が荒れてる状態だとそういうところに症状が出やすいですしあとその肝臓とかもそうですねあと膵臓とかも肩こりとかに出ますし、えー、狭心症とか心筋梗塞とかでも、えー、左の肩とかにですね、えー、しびれたような痛みが出てくる場合がありますので、まあ、これの場合はま鍼灸院に来るどころの騒ぎではない状況だ,だと思いますので、まあ、緊急用するところですよね。 とというところで、えー、胸から、えー、背中へ突き抜ける痛みって現代的に言うとまあ、えー、まずは病院で行っていただいてっていうのはまず第一ですよね。それで異常がないようであれば鍼灸、えー、院とかでを治療をしていただくっていうのが、えー、まず やっていただいても大丈夫かなというふうに思いますしやっぱ根本的なところでこれが原因で関連痛が出てるんだって場合はそのこれその原発の部分っていうのをの症状を見ながら関連痛を取っていくっていうふうにしていただくのが一番いいかなというふうに思いますねはい、まあ、マッサージとかでも同じですよね そのの部分を押してこれあの固定に書かれていることでこう痛いところをこう押してあーなんか楽になる気がするっていうのはあると思うんですけれどもそれが関連痛だった場合ですねやっぱり違うところにえ原因がある可能性があるのでそれっていうのはちゃんとしっかりえと考えながらやっていただくっていうのは政治者の場合はですすねいいいかなと思います患者さんの場合はまあそういうこうね胸とか背中とかのねこう突き抜ける痛みってもうビビりますからねやられたら。 まずはもう病院行っていただいて検査を受けていただくっていうのが、えー、第一選択肢になっていくかと思いますのでよろしくお願いします。ということで今回もモン皇帝大慶顧問の39回目共通論についてお話しさせていただきます,まだ続きますんで、ね、よろししくお願いします。